はいどうもこんばんはというかこんにちはですかね。はい、えー、今日は136回目の放送がということになりました。いやーねいやちょっとねびっくりしたことがありましてねあのー、朝起きたらねちょっとなんか体調があんまりよろしくなくてですね、まあ、ちょっとこうなんていうんですかおかん。 みたいな感じですかね。えー、これやばいなと思い、熱を測ってみたんですよ。そしたらですね、37.4度いつもはね、だい大体い36.6とか36.7とか、そこら辺なんですけど、37.4度え、ちょっと高いんじゃんでも、なんか、ほら、そして37、 7 5度以上の人はちょっと危ないみたいなことになってるから「ええっ!?」と思ってもう一回もう一回調べてみたわけですね体,体温計でそしたら2回目はなんと3 7 5度危険地帯に入ってきちゃって「えこれもしかして <laughs>」なんて思ってね ええと思ってね、そっからちょっと20分ぐらい経ってから、もう一回ね、熱を測ってみたわけですよ。そしたら今度、36.8度。なんだこれって思いましてね。体温計が壊れてるのかなと。でも一応、あのー、こうなんていうんですか、寒気みたいのもするしね。で、なんかね、喉の調子も悪かったんですよ。それで、やばいなと思って。 怖いから簡易のこう抗原検査キットみたいのでね、えー、し調べてみたわけですけどそしたら見事に陰性でですねああよかったってなことでそして陰性って分かった瞬間に熱がどん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 下がってきてなんか元気も出てきて何だったんだろうね不思議ですなんかあれだよねあの子供の時とかさ あの学校行きたくないとかさ、そんな風に思った、ずっと思ってたら、あの、熱が出てきたなんてことがあったけど、なんか最近やりたくないなって思ったことが、私、あったのかなっていろいろ考えたんですけど、特にそんなこともなく。で、検査して大丈夫だったら、すごい元気になってきたって、これまさにあの、なんか、病は気からって。 こういうことだなぁ、なんていうふうに思ったんですけど。いや、でもびっくりしました。な、37.4度と37.5度の違いがよくわからないんだけどね。でも、ほら、37.5度以上の人は、って言われてたじゃないですか。だからドキドキしてたんですけどね。えー、でも検査しても、あの、何もなかったし。なおかつ、えー、今はもう、 元気な状態に戻ってきたから、こうやってまあラジオも撮れてるわけですけどね。えー、まああのー、よかったです。何事もなくて。引き続き健康に気をつけて生活していこうと思います。ねえ、そして、なんか素敵な発表がありましたね。えー、ロックオンソーシャルクラブ。 イやイエイいイエイやイエイイイ。私も参加してる、ね、ユニットなんですけども、そちらのですね、曲が、なんと、2月の、え、いつだっけちょっと待って。2月の、え、17日に、先行配信するということで。はるか未来の君へ、ね。これあの、ちょっと今、ジャケットの写真出るかな。ね。 かっこいいよね。雲がバーって。じゃあ、これね、すごいね、素敵な曲なんです。ね。なんなら今ここで私がアカペラで歌ってもいいかなって思うんですけど、えー、やめときます。<laughs> ね。 いや、これ本当に2月17日にね、配信スタートしますんでね、ぜひ本当にすごいいい曲なんで、聴いてもらいたいなと思います。そしてそのロックオンソーシャルクラブのアルバムが、なんとなんと、ね、えー、3月の1日に発売すると。素晴らしい。いっぱい入ってます、曲が。 バラエティに富んでおりますでね多分ねあのー、これね私も結構歌わしてもらってます今までね、えー、男組でやってた時は僕はあのみんなで歌う曲はほぼほぼコーラスを専門にやらしてもらってたんですけども、えー、みんなで歌う曲でも ちょっとメインを取らしてもらうパートがあったりちょっと今までとはちょっと違う感じのねえー、前田くんになっておりますそちらも期待していてくれたらなとこちらもね3月1日ですからね早いですよ早いですよあっという間ですよもうもうすぐですよねもう間もなく だって今日、もうまだほら、2月でしょまだっておかしいな。もうほら、あと2週間、あと2週間もしたら、2月は短いですからね。28日までしかないですから。いやーもう間もなくですよ。いやー楽しみだ。ぜひね、お買い求めいただけたらと思います。そして、そのね、先ほども言っていた、はるか未来の君へ。これはですね、CM ソングにも決まったみたいでですね、タイアップがついて。 コマーシャルでも流れる。うわー素敵。いやーこんな日が来るなんてね、思いもしませんでしたけど。まあ、本当に素敵な曲なんで、たくさんの方に聴いていただきたいなと思っております。えー、もう3月からは、いやる、もう3月からというか2月の17日からは、皆さんもう大忙しですね。そうこうしてるうちにね、ライブも始まりますし、録音ソーシャルクラブの。それが終わったら今度すぐ男組の ライブが始まりますし、えらいこっちゃってなことですね。えー、もう8月までは突っ走っていきますんでね。えー、ついてきてください。ついてきてくださいって表現でいいのかないいんだろうな。ついてきてください。お願いします。でてな感じでね、生活してるわけでございますが、なんかね、花粉がそろそろ飛び始めるという情報が入ってきて、 えー、困ります。まあ、僕は、あの、花粉症っぽい症状が出ても、僕は花粉じゃありませんよって、自分に言い聞かせているんですけどね。えー、でも、去年はちょっと諦めて、これ花粉だな、もう、花粉症だな、もう、なんつって言ったんですけど、そのことをもうなかったことにして、花粉症じゃないんだ、俺はって、また思うようにしております。ところが、こう、見てたらね、 えー、花粉が今年はやや多いと。大変みたいです。えー、九州から東北にかけて前シーズンより飛散量は多く、特に四国、近畿、東海、関東、甲信では非常に多く飛ぶ見込みです。もうほぼほぼ全部だね。四国、近畿、東海、関東。非常に多く飛ぶって。 花粉症の人はですね、早めにですね、えー、対策を、えー、しといて、方がいいんじゃないかなって思います。<laughs> あ、失礼しました。はい。ということでですね、えー、最近のね、こうよちゃんのコーナーに行ってみようと思います。最近の、こうよちゃんババーンとね、もうすぐ、えー、先ほども話出ましたが、ロックオンソーシャルクラブの、ね、 えー、ライブが始まるということでですね、えー、閉まって、閉まってあったっていうかね、ちょっとあの、カバーをしていたですね、えー、ピアノをですね、また、こう、何ていうか、セッティングし直してですね、えー、家の中をスタジオ状態に、えー、してみたりしているところでございます。ね、えー、もう、 明日、明後日あたりからですね個人練習に入っていこうかなと思うんですけどねそれまではね何をしてたかと言いますとあのごめんねさっきから席ばっかりして別に具合が悪いってわけじゃないんですよ。うん。あの何をしてたかと言いますとですね、えー、曲をいろいろねソロアルバムも出すと言ってたんでね曲をいろいろ作って。 最中でございますでね、今日は、あの、せっかくなんで、えー、どんな風に曲を作ってってるのかな、みたいな。まあ、ちょっとよくわからないと思うんですけどね。まあ、ピアノとね、ちょっとした簡易の楽器しか入ってないんですが、あとメロディーがちょこっとね、メロディーを弾いてあるんです。その、えー、音源みたいのをですね、ちょっとあのー、動画にして撮ってみたんでですね、そちらの方をですね、一瞬だけ 聞いていただけたらと思います。<laughs> タイトルもも何にも決まってなないんんでですけどねこんな感じで僕の場合はまずねあのピアノの、ね、コード進行素敵なコード進行を探して伴奏を弾きながらそっからもうちょっと鼻歌でメロディーを作ってその鼻歌で作ったメロディーをあの、ね、ピアノで弾いてそれから、えー、譜面を起こしてその後ちょっとあの修正するところを。 修正したりとかしてっていう風に作っていったりとかするんですけどね。えー、こんな感じの A メロの曲がこの先どういう展開になるんでしょうかね。非常に楽しみです。それでね、歌詞も一緒に考えながら作っていこうかなって思ってますんでね。ちょっと今回は時間がかかるかななんて思ってるんですけどね。こちらの方もですね、出来上がりを楽しみにしていていただけたらと思います。 というね最近の「こよちゃん」でございました。ということでですねそろそろですね皆様のえー、なんだおメールおメールのコーナーの方に入っていこうかなと思いますチーム紅葉ラジオはいえー、今回のテーマはですね、えー 不思議な夢というテーマでねまあ前回僕不思議な夢見たみたいなちょっとよくわからない内容の話をさせてもらったんですけどね、えー、結構あれ不思議だなって思った夢みたいのがあってあってっていうか同じ夢を見ることってあるよね僕も子供の時からねなんかあると見る夢っていうのがあってそれはね なんんか山道を歩いてんですよ一人で。ね山道を歩いてるんです多分ねあれねきっと高尾山の山道だと思うんだけどその道をね行くと二股に分かれてるんです。それでいつもどっちに行こうかなって悩んで。 うわーって悩んでる時に結局目が覚めるんですけどいつも決められないのいつもその二股に出くわした時点で目が覚めるねえどうなんか悩みがある時に見るのかなそれってよく分かんないんだけどねその二股をいつもどちらか選べずにいるっていう優柔不断だからだったりとかするんですかね ま、そんな夢をね、あの、本当に何年かに一回見るっていう経験があるんですけど、皆さんはね、どんな不思議な夢体験をしているのか、えー、おメールの方読ませていただこうと思います。えー、まずは、うんと、これは、ラジオネーム、by、アットマーク1 9 8 8もも153。 ね。えー、前田くん、スタッフの皆さん、こんばんは。寒いですね。早く暖かくなってほしい。男組 2023The Last l i v e 行けるところへのエントリーを済ませ、あとは当たりますようにと祈っています。ああ、当たるといいですね。一緒に楽しみましょうと言っていただけるのがとても嬉しく幸せです。うん。録音ソーシャルクラブの活動も楽しみです。ああ、楽しみにしててください。 さて、不思議な夢ですが、高校生の頃なので、うん十年前で、そうだ、男組を好きになった頃です。男組も大好きでしたが、週に一回あるクラブ活動、かっこ第三希望の卓球で一緒になった一つ年上の先輩を好きになり、うん、かっこ、当時の成田くんみたく、ちょっと悪っぽい人。 <laughs> 彼女もいると噂で聞いてたし、年上だし、叶うことのない思いだと思い、妄想を膨らませていました。どんな妄想を膨らましたんですかね、えー。寝る、夜寝る前に、あの先輩と私が付き合ってて、自転車二人乗りして、一緒にクレープ食べに行く、なんてことを思いながら。 思い描きながら寝ると、夢の中でその先輩と付き合えて、いやあ、嬉しくて次の日は続きを考えて寝ると、続きが見れて、そんな簡単に見れるんですね。えー、その2日間だけでしたが、すごいと思い。 とろけるほど嬉しい2日間でした。そりゃそうだよね。好きな人と付き合いたいと思ってたら夢で付き合いちゃうって、もうこんな幸せなことないですよね、えー。というのが私の不思議な夢でした。うん。そして実はその夢がまさゆめに、ななな、なんと、週一のクラブ活動で先輩が私を知ってくれて、週に1回のクラブ活動ね、友達自体にお付き合いできることになって、あららら、はあ 長くは続きませんでしたが、なんで嫌になっちゃったんだね。願えば、思えば叶うと思えた経験でした。ああ、彼も池おじになってるのかなああ、前田くんのおメールのコーナーのテーマのおかげで、淡い恋をした昔を思い出せました。これからまだ一段とお忙しくなると思いますが、どうぞご自愛なさってください。そして4人で楽しんでいる姿をたくさん見せてください。 これからがどんどん楽しみです。というね。ありがとうございます。そうですか。よかったですね。思ってたら付き合えちゃった。長くは続かなかったけど。長く続けばね。もっと良かったんでしょうけどね。そうですか。これはまあ、なんかまさにまさになったってやつですね。はい。続いて。ラジオネーム、すーちゃん2号。はい。えー コヨくん、はじめまして。えー、初のおメールにドキドキです。<laughs> 不思議な夢。子供の頃からよく見る夢。それは、空を飛ぶ夢です。と言っても、かっこいいものじゃありません。うん。めちゃくちゃ、低空飛行。地面スレスレ。しかも、歩いてる人より遅いんです。<laughs> そんなのんびり飛べるんだね。でも私は一生懸命両手を前に伸ばし力を入れて飛んでいるんです。夢なんだから空高く飛びたいのになぁ。コウヨ君は空を飛んでる夢見たことありますか <laughs> 空を飛んでる夢多分あると思うなうん。うわ、ん、た、う、ぶ、ん、定かに、あの、た、確かな記憶としては残ってませんけど。えー なんか、うん。空飛んでる夢は見たことあるような気がしますね。めっちゃ低空飛行で飛ぶんだって。踏まれちゃうかもしんないね。気をつけないと。地面スレスレだからね。えー、そうですか。そのうち高く飛べる夢も見れるんじゃないですかね。うん。続いて、えー、ラジオネーム、トリコさん。こヨくん、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。 今回のおメールのテーマ、不思議な夢ですが、私には高校生の頃から何度も繰り返し見る夢があります。あ、僕と一緒だね。僕の分かれ道と一緒ですね。それは電車に乗り遅れる夢です。おお。私は高校から JR での通学となり、その頃からこの夢を見るようになりました。<laughs> シチュエーションはその都度違うのですが、 駅まで走ったのに間に合わなかったり、余裕を持って駅に行ったつもりがアクシデントで間に合わなかったり、いろいろなパターンで乗り遅れます。あれ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 ,あれ。夢に出てくる駅、ホームはいつも同じ。実家の最寄り駅です。うん、田舎なので、2、30分待たないと次の電車が来ないため、乗り遅れると大変なんです。そりゃ大変だ。その脅迫観念からこんな夢を見るようになったのでしょうか。ああ、ね、あのー、 そうだよね。乗り遅れちゃいけないっていう思いが強いからじゃないかな。え引っ越ししてバスで通勤している今でも時々この夢を見ます、うん。いつまで見続けるのか、いつになったら乗り遅れなくなるのか、もはや楽しみです。<laughs> ねえ、もうなんか、そういう通勤とかしてる間はずっと見るんじゃないですかね。わかんないですけど。 えー、今年は RSC や男組のライブでコヨくんに会う機会がたくさん増えそうで嬉しいです。その活動も楽しみにしています。最後になりましたが、お体に気をつけてお過ごしください。ではまたおメールします。こよくん大好きです。<laughs> ありがとうございます。そうですかね。ねやっぱりみんな同じ夢を何回も見るってあるんだね。ちょっと安心した。<laughs> うん。はい、続いて。ラジオネーム、あきさん。 小よくん優秀なスタッフさん、こんばんは。私の不思議な夢は眠れない夢です。気になることがあったり、考え事をしてしまったりするとなかなか寝つけないことありますよね。あります。わかりますよ。私は時々その状態で眠れないなぁ。早く眠らなくちゃなぁと思いながら眠っていることがあります。うん、ずっと眠れないなぁ。眠りたいなぁ。 と思いながらもぞもぞして、そんな時間が経っていないと思っているのですが、気づくともう起きる時間になってしまっているのです。わかる。眠っているのに眠れないな、眠りたいな、と眠れない夢を見ているようなのです。眠ろうと目をつぶっている夢なので映像はなく、視覚的にはすりガラスのような、なんとも、すりガラスのような、なんと、 なく、もやっとした白いだけの記憶です。ああ、なるほど。うんうん。眠っていないつもりが気づいたらもう朝になっている時の絶望感と言ったらもうわかるわ。そうだよね。眠ってないと思っ、でも寝てんだもんね。よくわかんないけどね。コロナの影響で週一回しか会社に行かないのですが、その週一回、早起きしないといけない日になぜか毎回この夢を見て、<laughs> なんとなく寝不足な気分で、 やだちゃんと眠りたいと思いながら、いやいや会社に行くのです。<laughs> 疲れすぎたり、興奮したりしても、なかなかぐっすり眠れなかったりしますので、紅葉くんもアルバム作りやライブの準備、チーム紅葉の活動などお忙しいと思いますが、しっかり眠って元気で頑張ってください応援していますありがとうございます え最後になりましたが、CM ソング、起用おめでとうございます。パチ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 。テレビで流れるの楽しみにしています。ということでね。楽しみにしといてください。いや、でも、やだ。なんか、わ、かるな。俺全然寝れてないよって。寝れない夢。寝ようとしてるのに寝れない夢。いやだね、確かに。かわいそう。ね。 早く起きなきゃって思ったりとかするのかな。で、あとやっぱりね、あの人間はね、リセットが大切らしいんですよ。なんか、あの、仕事が終わった後とかね、えー、だか僕なんかの場合はその舞台やった後とか、ライブやった後とかって、クールダウンの時間が必要で、まっすぐ家に帰るとすぐ寝れないみたいです。なのでどっか立ち寄って軽くいっぱい飲んだりとか、 ね。それで、こう、体を、興奮状態の体を沈めてから、家に帰ると、よく寝れるって、なんかで、ね、読んだことがありますけど。だから、あの、が、会社に行かないきゃいけない前の日、うん、週に一回しか行かない、会社に行かないきゃいけない前の日に、ちょっと、なんか、クールダウン的なね、静かに、こう、お酒を飲んでみるとか。 静かな音楽を聴いてみるとか、そういうことをしてからお布団に入るとよく寝れるんじゃないでしょうか。はい。続いて、これ、ちょっと、えー、長いおメールでございます。えー、ラジオネーム、セクシーなレイコになりたい、ケイコさん。<laughs> セクシーなレイコになりたい、 セクシーじゃない恵子さんなんですかね。セクシーな恵子、セクシーないこ、霊、まあいいや、ね、セクシーな霊子になりたい恵子さん。はい。クヨさん、優秀なスタッフさん、こんばんは。ボリューム1からずっと聞かせていただいていますが、初おメールです。おお、ありがとうございます。いつかおメールしたいと思いつつ、なかなか送信できずでした。うん。今回のおテーマは不思議な夢。今回こそはと思い、勇気を出して送信です。 私は小さい頃から今までずっと予知もを見ながら生きています。ありゃ。初めて気がついたのは3歳頃。ええ、幼稚園の入園体験に行った時、初めて行く場所なのに、周りのお友達や風景、先生からのお話など、あれこれって前にも同じことあったよなと思いました。うん。その頃から低学年の時期まではめちゃくちゃ悩みましたよ。何をするにも、これって前にも同じことがあったよな 夢で見たのかなと。不思議な感覚が続きました。あ、なんかありますよね。そう。あれこれ、夢で見たのと一緒だっていう時って。そんな僕の場合、あの、頻繁にあるわけじゃないんですけど。えでも、その時にならないとわからないんですよ。そうそうそう。その時になって、あれこれ夢で見た場面ってなるんだよね。10年前に見た映画を久しぶりに見て、ああ、これ見たことあるな。 けど、内容どんな感じだったっけそういう,そう、そう、こういう内容だったなーって感じでしょうか、うん、うん、わかりますよ。うんえ。中学生の頃、音楽の時間に歌を歌っていて、歌詞の中の名詞に目が止まり、その名詞に私の下の名前をくっつけて教科書に落書きをしました。〇〇稽古。 過去よくある苗字ですえ。でもその頃の私はそんな苗字の人が誰も思い浮かばず、当時好きだった人も違う苗字。なんでこんなことを書いたんだろうって思っていました。それから数年後、私はその名前になりました。あれよ。結婚してすぐに教科書に落書きをしたことを思い出し、実家に行って探しましたが見つからず、そのことを父に話しました。 そうすると、父が驚いた顔で真剣に私の話に聞き入り、ポソッと。俺もずっとお前と同じような感じなんだ。と言いました。話が尽きなかったですよ。遺伝だったとは。お父さんもそういう夢を何度も見てる。その後、おばあちゃんも、父の弟も同じことが起きていると気づきました。でも、私が一番強く感じるんです。ああ。 何も役に立たないし、未来が分かるわけでもありません。そんな予知ムは私にとって日常茶飯事。今はもう不思議とも思わなくなりました。ちなみに幽霊とかは一度も見たことはありません。ああ、なるほど。ねえ。え、ここからが本題です。あ、ここからが本題なんですね。え、今から3年前頃かな。娘が嵐さんが好きなので、コンサートに行きました。うん。その1週間後ぐらいの朝、 起きたら目は腫れて泣き顔でした。うん。娘にママなんで泣いたのと聞かれ私は男組のライブに行った夢を見たんだよ。それがめっちゃリアルで目の前に4人がいて楽しかったー。 というと、娘に、それは予知夢じゃなくて、ママの願望、ただの夢よ。嵐のコンサートに行ったからじゃないと言われてしまいました。うん、でも、めちゃくちゃリアルだったんですよ。ただ、本当に目の前すぎて、私もただの夢かなと思っていました。そして、昨年10月、ガーデンシアター、ドセンター4列目。あの時見た夢と同じ衣装、風景、曲、そして私のテンション、そのままでした。 ずーっと泣いていましたから、あの日泣き顔で起きた意味が分かりました。感情まで3年前の自分に言ってたんだなと。なるほど。相当強烈なインパクトだったんでしょうね。予知夢を覚えて起きたことも、初めて。今までで一番不思議な夢でした。うんもしかしたら、 今の私の中に今から行くであろう RSC 男組ラストライブの記憶もあるのかななんて思いつつ現実も夢も男組ライブで埋め尽くしたいです。<laughs> 小野さん、まだまだ寒い日が続きますから頑張ってください。今後の活躍楽しみにしています。なるほどね。まあ、でもあるよね。その、あれこれなんかで見たこと、あ、夢で見たのかっていう体験は僕も確かにあります。 はい。えー、では続いてですね。えー、これがですね、本日最後のおメールになります。えー、ラジオネーム、ポチコさん。コよさん、こんにちは。男組の再始動、RSC の指導とワクワクが止まらない毎日であります、えー。さて、不思議な夢の話ですが、主人が私の鼻の頭をインコに噛ませるという意味不明な夢を見ました。<laughs> <laughs> いやいや本当に意味不明だよねそれね <laughs> インコのくちばしは曲がっているので噛まれるとすごく痛いのですが「痛い痛い」って言いながら目を覚ました夢の中でも痛くてたまらなかったのです主人に「なんてことしてくれんのよ」って言うと主人はもちろんきょとんとしておりどうしてこんな夢を見たのかいまだに不思議ですわ <laughs> かります あの、なんかさ、夢で嫌な夢見たからって、起きてきてからも機嫌が悪い人っているよね。あれ何とかしてほしいよね。起きた時に、ああ、夢だったのかって思って気持ちを切り替えてもらえたらいいのに。ほんとムカつく夢見たからさ、みたいな。で、ちょっと飛ばっちりみたいな、ね、の受けたりとか、することもあるんでね。まあ、それはあくまで夢なんですからね。えー、って それ夢で見たことで怒んないでよってね、えー。そういうふうに言った経験が何度かある、ありますけどね。えー、まあもちろんこのインコで噛ませた旦那さんは実際は隣でクスカか、スカか寝てたんであろうと思いますから、えー、いいとばっちりですよね、えー。まあでもなんか気持ちはめちゃくちゃわかります。 えー、ということでですね、えー、たくさんのおメールありがとうございました。ね。えー、でね、あのー、次のテーマ、次のテーマはですね、もういい加減にね、あのー、旅行が解禁になってね、もう皆さんいろんなとこに行ったりとかしてる人も、もう、ちやら、 いいるんんんじゃないかななかて思うんですがね今旅行に行くならどこに行きたいねそんなテーマで、ね、そのな,なぜそこに行きたいかみたいな、ね、そんなことも一緒に添えておメールいただけたら嬉しいなと思いますということでですね本日も最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさーい